1回目。今日はネノの日です。行こう。ご来場特典が曜日ごとにお渡しですので、2枚同じカードお渡しです。行ってきました。ちょっとアクリルフィギュアだけ再挑戦でランダム買ってきた。来いよ、そうちゃん。前回は軽く熱中症なんて食べれなかった諦めない男、ネノの凍結団カレー、これ食べたいと思います。で、1品ごとにコースターがランダム1枚もらえて、もちろんネノ、そうちゃん欲しい、まあなるみ欲しいって感じ。うわ、来るかな、コースター。そうちゃん、なるみのパン食べに行きます。とりあえずカレーよりも先にこっちで、そう、持っていけるから。ネノちょっと食べれそうなくって、ママと半分して、とりあえずこっちコースター2個はちょっともらいたい。じゃあ行ってきます。あ、待って、売ってるんだけど普通に。え、めっちゃよくない？あ、手で掴もうとちょっと非常識、非常識にも程があるわ。え、こうやって売ってるんだ。なるみ、なるみの目です。3個買うか。じゃあこれお持ち帰りできるのありがたいわ。これ開けていい？え、ここで来てくれたらマジでありがたいのに。あー、レノとソウちゃん来て。でも銀袋マジでありがたいわ。せーの。おー、カフカ、珍しい。ことで1枚目カフカ。え、これ順番通りだったら次レノとかだよね。せーの。お、なるみ買って、なるみねえ、なんでこんないつも来るの。いきます、最後。せーの。あ、聞こえるな。するわ。なんかそうちゃんの匂いがする。あー、紫着て。水色紫、水色紫。せーの。来た、買ってよかった。いや、なんかそうちゃんの匂いするなと思ったんだよ、これ。よかった。あとレノだ。じゃあ、あとはもうカレーにかけるか。これからカレー買ってダメだったら、明日またなるみで勝負する。ベーカリーばっかり。やったー。相変わらず風強いんだね、ここ。見てください、これリヴァイの数字。ってことは、いい運持ってきてくれんじゃない？いきます。今日ラストチャレンジ、まあ、明日もあるから。せーの。マジでこれ再チャレンジ4個。せーの。あ、また聞こえるな。せーの。ねえ、聞こえるからのお父さん篠宮家引いてんだけど。あ、カフカだ。え、めっちゃ今回あれだ、メインキャラが来てくれてる。最後、もう絶対来ないやん。最後、はい、同じの引いてきてる。一生引きません。イエーイ。なんかわいい。じゃあちょっとカレーをこちらいただいてみます。なんかコマさんみたいだね、これ。いただきます。うん、これ食べれるかも。え、食える、全然食えるわ。これ行ってくるわ。せーの、行くよ。出るかもしんないよ。せーの。これなんだろう。パン、パン。あと辛くない、全然。じゃんしょう。ここに来たのいつだったっけ。うちコロ先生買ったんだよ、うちドームで。うちの初めての買い物はね、コロ先生だから。え、なくなったんだけど。行きそうだよな、ドームやってるから。かっこいい。カフカです。かわいい。あとこれだけなんで、もうレノだけなんで。めっちゃおんまゆなんだけど、どうしよう。よし、笑ってきた。1枚。なんかレノで来たらすごいね。え、買ってよかった。たったの1枚。レノ、え、いい子なんだけど。
いやね、これね、今日で全部揃う。そうちゃん食べたいけど、もうなるみでもいっぱいいっぱい。もう昨日の夜から今日の朝もなるみのパンだからね。寝る前のパン食ってさ、美味しいんだけど、やっぱ甘いもの苦手だから。うん、あと一袋で終わる。あんなにあったのに。そう、一回カッサでリセットかけて。ねえ、頑張って。あ、乗った。行きます。カフカを取りに。ってことで、カフカメニュー来ました。チーズで8って乗ってる。しかもね、これモナカじゃない。持ち帰られる。こっちがいい、全部。スパゲティも入ってて、めっちゃ美味しそう。もうやっとなんか普通のご飯食べれる。ずっとパン。もう昨日から。ずっとパン。昼も。あ、でも昼はカレー食ってから。虫食んな。うん、うまっ。ナスある。カフカの声優さんがいる。すぐそこに。こういう時どうすればいいんだろう。どうすればいい。今日なんでいるんだろう。確かにみんながさ、声かけれないっていう気持ちわかる。なんか今なんか両方の気持ちがわかる。さっき勇気振り絞って声かけてきて握手させていただきました。やばい、本当にかっこよかった。でなんかポスターがナルミとキコル出てて、カフカが出なかったって落ち込んでたから、カフカプレゼントしました。いや、喜んでた。だった原画展示で初めてらしいよ今日。もう行かれてるんですかって聞いたら、実は今日初めてなんですって言って。でもなんか本当に怪獣8号もカフカも好きなんだなっていうのがすごい伝わった。やっぱりメイクもしててね、そう、かっこよかったね。本当におしゃれだった。いや、よかった、勇気振り絞って話しかけて。なんかね、ママはここの席で待ってて、うちだけがお店に行って話しかけに行った時に、あ、お連れさんもいるんですねって言われて、あ、お母さんですっつって、あ、親子で来てくださったんですねって言われて、連れてきてもいいですかって聞いたら、いや、全然あの僕がそっちに行きますって言って来てくれたの、こっちまで。嬉しい、優しい、本当に。でそこでカフカのコースターをプレゼント。お話できて嬉しかった。ほんと、なんかうち初めてかも。いつも逆側だったからドキドキしちゃった。じゃあ原画展何回目だ、これも行ってきます。で今日あれだ、怪獣9号の日だ。お面欲しい。みんなお面つけてる。お面で前髪がもう死んでる。かわいいフォトスポット。ここに座るらしいよ。なんか似てない。よし、じゃあこれ。なんか今回さ、あれだった、自分で選ばせてくれなかった。レジでの受け取りで店員さん直々に渡されて、ちょっと不安。とりあえずここ店員さんにかかってる。これはえ、店員さんでよかった。え、やっと来た。え、そうちゃんやっと来たんだけど。ワンちゃんレノ来たら、せーの。あ、イハル。え、めっちゃいいんだけど。めっちゃ店員さん最高なんだけど。これやばくない。せーの。あ、春一くん。めっちゃメインメンバー。せーの。え、なんかすごくない。葵なんだけど。次めっちゃ順番になってる。これもしかして。じゃあラスト。はい。え、レノ。え、すごくない。最終日でミラクル起こった。やっと出た、そうちゃん。
全部揃った。ちょうど8枚分揃うの嬉しいね。これもちゃんともらえました。3日目。今日は昨日届いたレノを連れてきました。かわいい。お出かけって服じゃないよね。でもということで、今日なんで怪獣8号に来たかっていうと、まあ、なるみの来場特典が欲しいっていうのと、ちなみに木曜日がね、なんかまた新しいイベントがあって、毎週木曜日の来場者だけが参加できる緊急任務が発生、展覧会場内に出没する人型怪獣を操作せよっていうイベントがあって、人型怪獣を発見して指令書を書かれた任務を遂行すると、生体院降格記念品として先生の書き下ろしポストカードをプレゼントらしい。参加方法が入り口で指令書を受け取ったら任務スタート、会場内にいる人型怪獣を発見しよう、なんかあんだろうね。指令書に書かれた回答を出口のスタッフに伝えるんだって。でそうすると指令書と引き換えに生体院降格記念品としてあのポストカードをもらえるみたい。やっていきましょう。え、これ探すってことか。行きました。じゃあランダムエンブレムタグコレクション、なるみだけが出てないから、こっちうちでこっちママ来るかな。お願いします。せーの、お、みんなね、毎度恒例、せーの、お、レノレノまた来た。じゃあママなるみじゃない。せーの自引きしてるよ。レノばっか集まってるよこれ。最後、せーのまたレノ。マザー牧場に来ました。え、なんか普通にソフトクリーム食べたいんだけど、今日はそうちゃんのメニューをね食べに行きます。ありがとうございます。え、かわいい。いや、やばい、うちが求めてる味だわ。めっちゃうまい、やばい。これにモナカは合うね。2枚よ。え、すごい、2枚目。いや、写真撮りたかったんだけど、開ければよかった。最後、せーの、おー戻ってきた。そっか。え、すごい。え、神引きなんだけど。はい、ってことで無事に人型怪獣発見してポストカードゲットしました。めちゃくちゃいい。こんな感じの、めっちゃ嬉しい。これいや、面白かったね、人型怪獣。でも思わず笑っちゃったもんね、ほんと。いや、マジ行ってほしい、本当に行ってほしい。なんか感覚はなんかお化け屋敷みたいな感じずっと見てくんの、マジで怖かった。いや、本当に行ってほしい。木曜日マジで楽しかった。いや、よかった、ゲットできて。あとなるみもね、ゲットできました。なんかできればカフカも欲しいなと思ってる。時間があったら行こうかな。アクスタ自力で揃えられた欲しいキャラ。あ、イハル持ってくの忘れた。イハルがいねえ。いや、よかった。でもとりあえず欲しいキャラ楽しかったわ。かわいい。